竹工芸作家の藤塚翔生さん。伝統的な竹工芸をベースに再変化という独自の技法を確立し、これまでにはない形や色の変化を生み出しました。斬新なデザインは大自然の情景にヒントを得ているのだといいます。子どもの頃から星空の美しさに魅せられ、天体写真を撮り続けてきた藤塚さん。作品に星や宇宙を表現したものが多いのもそのためです。やっぱり僕にとってはその、天文といいますかね、星とか天文宇宙とかっていうものは一番のやっぱりベースにあるんですね。人生観の中にもあるし、宇宙観とかそういうものもあるし、それをなんとか竹という素材を使って表現、自分を通して何かをその宇宙的なものを表現したいと思って、だからそういったもう自然を形として、その作品の中に風を感じられたり、牛を感じられたり、星を感じられたりっていう風な、そういう竹という素材を使って僕の気持ちをこう人に伝えられたら一番いいなっていう風に思ってるんですけどね。藤塚さんの代名詞ともいえる再変化とは、その名の通り、見る角度によって色が浮かび上がり、グラデーションが変化する技法です。素材となる竹ひごを三角形に切り出し、面を色で染めることで光の反射と曲線が織りなす美しい変化がもたらされます。やっぱり今までない形、新しい形、なんかそういうものを求めて、それをやらないことには意味がない。やっぱりいいよ、これ面白いよねって自分で思えるようなものを作りたいわけですよね。それで今その再変化っていうものをね、結構追求してるんですけどね。創作の一方で藤塚さんが精力的に行っているのは竹工芸の普及活動です。子ども竹細工教室や大学などでの後進への指導、国内外でのワークショップの開催などを積極的に行っています。海外の人が感動するぐらいの、本当に言うと素晴らしい技術であったり造形なんだということがね、日本の人たちがもっと理解してくれて興味を持ってくれる人が増えたらいいなっていうふうなことで今いますけどね。